ボトークテーマーテマもうこれ取ってんのいやもう取ってんだはいまあ食事の話やんないねまでもあんまりそんなゲンタがどういう食事してるのか知らんから僕もオートミールしか知らんしシンプルにじゃあお互いがどういう食事取ってるか話していく普通にはい、先お願いします俺 でも俺はまあ朝食は絶対オートミール食べててオートミールとあのプロテインスムージーであんまりもともとそんなに朝朝食なんか食べれへんあの体質やってでもオートミールとあのプロテインスムージーはすぐ食べれるから前からそれでまあ自分の習慣にはまったみたいな感じで,でそっから昼まで間食1回は食べてまあそれは普通にプロテイン飲むぐらいでお昼普通に定食とか仕事とかしてても。 基本的には外食することが多いから食べてで3時ぐらいにもう1回完食食べて普通に晩飯また食べてもう1回夜食やから朝食昼食とあの完食がもう3回取ってる感じかな僕そんな結構こまめに食事して量は少ないんですか1回1回 1> あそうそう,そうだから大漏れとかにならへんように<ー>なんか昼食夜食も <laughs> はい、はい、みたいな感じ オートミールは味付けあれですよね。よく SNS にのっけてる。あ、そうそう和食的なやつ。それを毎日一緒なんですか。結構俺はもうあのなんか調理方法めっちゃ楽であれ。あのオートミールふかして、はいはい、はい、で、あのふかしたやつにツナ入れて、チーズ入れて混ぜて、ブラックペッパー振るだけだから<ー>めっちゃほんまにすぐできるから。へえー。そう。で、それにプロテインスムージーでなんかまああのエネルギーとタンパク源みたいな感じかな。 僕は僕朝はオーートミルですまず起きてプロテイン飲んでオートミールを和食和系じゃなくて洋系だからもう牛乳でふかしてあそういうことあのあれコーンフレークみたいな感じでシリアルみたいな感じシリアルっぽくはなんないですねでも言うてふかしたら普通にちょっとやわらかくってことは浸すんじゃなくて浸すんじゃなくて浸すんじゃなくて浸のてチンしたらちょっとあの 柔らかかくななるじゃないですそれにヨーグルトとバナナとフルーツ入れて蜂蜜入れて食べて<ー>でちょっと経ったらあの焼き魚か,、うん、なんか赤身の,、うん、あの赤身のもも肉を焼いて食べるのと卵をなんか焼いて食べる、うんうん、それ朝が朝っすね僕すごいなめっちゃしっかり作ってんな朝はそこから完食せずに昼は、うん、まあ普通に定食系食べて。うんうんうん で完食であんまりそこから午後、完食取らずになんか炭水化物、僕、早めに取りたいって思ってるんで、うん、あんまり夜ご飯で食べずに、あの仕事終わったあの定時ぐらいで一回あの休憩して、うん、なんか炭水化物取って、夜ご飯は基本、鶏か豚か、プラスあの魚となんか副菜。 みたいな感じ,ですあ、ね、あじゃあ結構肉と魚一緒にとるんだ肉と魚がほぼもう絶対あるって感じですよ、ねうん、あそうなんや俺めっちゃ昼食が昼あの昼が魚やったら夜は肉にしてあ、はいはい、俺そういう分け方してるわ結構昼だから昼も胸肉かあれが多いですね昼はあんま魚とんないですねだから僕はああね昼に鶏か豚とってど,どっちか逆のやつを夜に食べるみたいな感じなるほどな全然ちゃうな 違うっす、ね、多分それでもこれ意識したのい、うん、いつぐら俺は食事意識したんはあのめっちゃ怪我した時<ー>だから一番初めの前銃切った時が2年目ぐらいで社会人入ってその時に何か新しいことしなみたいなマインドになってあ<ー>で初めそのほんまに YouTube とか SNS から。 そのフィジークとかああいうのをめっちゃ見てでそれで1回めちゃくちゃ失敗しててああ絞りすぎてですかそ<う><ー>で,でほんまに炭水化物食べへんことが体作りしてるみたいなマインドになっちゃって、うん、でそれであのめちゃくちゃ痩せてもう海とかもうめっちゃ行きたいぐらいの体パキパキみたいな塩になって <laughs> やばいなみたいなって思っててんけど。 って,思ってて思その時下の毛でウェイトした時も先輩とかにも「奥田体やばない」みたいな言われることに満足してたけどフィールド出たらパフォーマンスめちゃくちゃ悪くてもうだろう血管とかも,もう練習終わった時やばくなりすぎてでも水分不足というか今なっててやから全然パフォーマンスはほんまによくなくてそれであこれじゃああかんなと思って今,今のちゃんとエネルギーとかあのバランスのいい食事を。 めっっちゃ意識するようになった、えーうん、俺はそこはきっかけかな結構僕は大学であの竹取れ、うん、<laughs> 通いだした時に食事面いろいろ言われて、うん、それまで結構揚げ物とかも食べてたし<ー>なんかご飯んとりあえず食べとけば体重増えるしっていう考えだったんですけど、うん、なんかそれよりもうたんぱ質はプロテインとかじゃなくて食事で取る、うん、なるべく。 でそれ以外はなんかサプリに頼るっていうてそういう考え方はそこで学んで,、うん、であとはなんかまあ仕事し始めたら夜ご飯遅くなる時あるんで、うん、だもう炭水化物は夜遅くなるよりは定時後すぐ食べちゃおうかなっていうのに変わった感じですかね、うんうん、朝ごはんはオートミールはほんとここ2年ぐらいですああそうなんや朝ごはんにあのオートミールと焼き魚とか、うん、食べ出したのはこの2年ぐらいです、うんうんうん いやオートミールでもいいよなめっちゃオーートミールはめっちゃいいすしかもコスパいいと思うんだよな結構んか2ヶ月に1回か1ヶ月に1回か買って大量に、うん、そうそうそうしかもなんかルーティーン決めたらそうです、ね、なんかめっちゃ楽になるから考えんでいいしにうんやからフロンティアズも最近さ筋肉食と弁当ではい、はい、ちゃんとなんかそういうサポート、うん 受けれるようになって多分みんな昼ご飯とかさ今までやったらコンビニとか外食行って,行ってま,、ね、まあちょっと偏ってるかもしれんけど、うん、まあそういう食事しててなんかワイワイはしてたけど <laughs> 今は今で結構いいよな <laughs> 弁当があっていいいみんなまあ一緒に食べてみたいな見てくれるのでそういう意味で結構みんなも多分俺ら以外も多分高岡とか。 あと誰やら食事、糸川とかもめっちゃ、の、<な>ストイックすぎるぐらい、あの、結構。あと誰かいるっけ、他なんか、食事意識してる選手。先週。意識はしてるんですけど。うん、いや、そうが一番の奥の周りだ、多分すごいです、ね。結構ストイック。多分夜ご飯の時間も、多分、すごい早い。時間帯に、終わらせようとして、多分調整してる。あ、そうなんや。とか、腹筋はやばいもんな。 <laughs> それこそパキパキパ、ね、キパキやな大丈夫かなと思うんですけど、まあうん、パフォーマンスに全然その影響しててい人によるからな俺もあのぐらいがいいねんけどな無理やった俺は <laughs> そうっすねえ奥田さんってサプリとか取ってるんですかサプリはあのビタミンとぐらいかなああ、うん、やっぱ野菜あんまなんかその自炊する時は選ぶけど、はい、外食してたらなんかその俺結構おばんざい とか好きで京都出身もあいうのもあるん <laughs> <laughs> なんけど小鉢とかがついてる定食が基本的には良くてあ,、はいはい、あのうが焼き定食とか頼んでもなんかその他の副菜があるような定食を食べれてたらいいねんけどだから実際やったら自分もそういう風になんに小鉢とかあるようにしようと思うけどない時で絶対あるやんほんまに客先とか、ね、俺とかって営業やし、はい、ってなったらなかなかそうタイミング的にも今食べなあかんって時に外食になったら。うん 結構バランス悪くなるからそういう時はなんか夜にビタミンのサプリ飲んでみたいな<ー>気を足りてへんなみたいな感じでやってるかな、えー、ゲン太取ってるんサプリは結構多分取ってますあそうだあそれもなんか佐部さん前のあのトレーナー佐、うん、部さんの影響でいろいろんかサプリメントについて教えてもらって、うん、あのベータランニンとか、うんまあ、BCA と EA はもちろんですけどうん、うん、あとグルタミン 冷凍、ね、トとトに取るグルタミンとあとシトルリンってあの疲労回復系ですかねめっちゃ取ってる、はい、めっちゃとってもルーティーンやと思ってたルーティーンになりましたねそれは <laughs>、ね、終わった後と、うん、夜寝る前とか俺も BCA をでも取ってるわ、はい、よ考えたら、ね、トレーニング中、うん、トレーニング中とか取ってるなあとは俺あれかなサプリじゃないけど、あのー、酵素とか結構意識してる <laughs> そうなんか発酵食品とか そうなんかめっちゃ、あのー、鶏肉とかサーモンとかサバとか多分いいもんとってもなんか中でちゃんと吸収してくれてるその自分の中のその要素的にそういうの足りてなかったらなんか結局なんか体の中にいい食材入れてもそれをちゃんとエネルギーとか,なんか体作りのタンパク源とかに変えてくれるなんかそういう栄養素も取っとかないとみたいなのなんかで見て。そう なんかそれでなんかめっちゃ酵素も意識するようになって、えー、そうこの話は多分福井さんとかに多分耳がタコ <laughs> <laughs> できるぐらいしてるから出たみたいな顔されんねんけど <laughs> え酵素って何で取るんですかサプあの粉末的なやつですか、うん、いや酵素は発酵食品あ発酵食品そうそうかだから納豆とかでもいいし<ー>そう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 、はい、それを意識して取ってるそうそうそうあとは普通に食材だけじゃなくてもあのゃく の回,数の回数とか <laughs> そ回数まで意識してないけどなんかほんまになんか飲み込むように食べる人いるやんか、はいはい、でそれこそ福井さんがそういう人やって <laughs> でなんかそれもなんかコロナの時とかその時はお互い寮で <laughs>、うん、で一緒の部屋近かったからよくなんか食事とか実にしてたんやけど、うん、その時にもう食べるスピードが違いすぎたからはい、はい、その話をめっちゃしてた俺が多分 <laughs> そう <laughs> 咀嚼の回数まで意識してないです、ね、なか,から飲み込んだらその分なんかあの 唾液の量が少ないからだからそういうので唾液の中に酵素入ってるからみたいなちょっとマニアックな話なそう。こ高職員は納豆ぐらいですかねでも俺も納豆はめっちゃ食べるなあとは普通にあそっかまあそんぐらいかな奥田さんでイメージあるのはフルーツジュース飲まないみたいなあれ数年前にそこまではすごいなと思って。 僕フルーツジュースとか清涼飲料水は飲まないですけどさすがにオレンジジュースとか全然飲むんで、うん、それすごいですよ、ね。せやなあれもなん,なんかで<た>あそうやなと思って、えー、なんかあの果物とかちゃんとそれもなんからそしょ<ー>してとるんやったらビタミンとかちゃんととれるけどやっぱ果物って糖分糖質高いから、はい、やっぱ糖質高かったら結構さしんどくなるやん一気に取りすぎると。よすよね。 だからそれが言ったら水分で取っちゃうと一気に吸収されちゃうからそれでまあ仕事とかしてたらさジュース飲んだらめっちゃ眠くなるみたいなはい、はい、俺めっちゃそういうタイプやから、えー、ジュースでは眠くなん,な,んないですねそうあだ眠くなるからそういうのも含めてってこと、うん、あそうそうそう,そ,う、えー、それはだからジュースは100%オレンジュースがもうほんまにたぶんもう5年ぐらい飲んでへんかもシンプルにあ,じゃあ,あんま甘いもの取らないんですか そううい意味全然好きそういうわけではないめっちゃ好きえ逆にだからチートデーとかどうしてんのってなるチートデーはガンガン食べますね何でも何でもいい日特にシーズン中は試合の後の次の日やんな俺も一緒一緒一緒朝マックも食べるし昼も全然揚げ物食べるしそう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 やって決めてやってますね俺もせんなだからやってられないですね結構さマクドーみんな 食べるやんか。なんかそのチートデイズ。そうでそれにプラス最近なんかもうあのドーナツ。最近。俺なんか年取ってきてちょっと変わったんがみたいな思ってんけど好きなもんめちゃくちゃ好きになっちゃって。それは普通にミスドとかですか。ミスドミスド。あミスド。ミスドが一番。わかります。あの行きます。そう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 。マックかミスドになるんすよね。なんかしょっぱい。 ものというかそういう系だとハンバーガー行くし甘いもんでチートしたいなと思ったらパンケーキかドーナツ行くっていうわかるわやっぱ我慢してる分我慢してたらあれやんなチートデーとかの自分たちが結構なんかご褒美みたいな食事さめっちゃチェーンってのか安価になるような絶対なる あとシーズン終わったあのに二郎系ラーメンとかも行っちゃいますね僕いやそれ結構思ってて元ンタ二郎系好きやもんなと思って行きますねそれはオフシーズンオフシーズン以外控えてるの結構行く時は行きますけど最近は行ってないですねあんまりあそうなんやとりあえずオフになったら夏オフと冬オフは二郎行こうみたいになります ジロー俺全然好きちゃうねん関西出身の人食べないですもんねあんまりせやな人によりますけどそう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 あんまり好きじゃないねんな、うん、食べようみたいにならんねんな俺あんまそれ以外のチートは何, <laughs> 何になるんですか <laughs> 何やろう何やろうなあでもチートとかじゃないかもしれんけどまあそのお酒とかは全然なんかあのー、まあ事前に決まってるやんかそういう飲み会とかはて、うん、そうですねはなんか結構 あのそれがあるからそれまでちゃんと節制してみたいなはい、はい、その日はもう何でも食べ飲みできるようにみたいな調整はしてるかも前後の日程でバらそう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 ,そういうのは結構してるかもからなんかせっかくみんなで楽しめる時とかはい、はい、あんまお酒飲みたい時とかって節制したくないやんそう,そういうの嫌やから俺嫌 <laughs>、はい、やからちゃんとそれ調整してやってるかな そののイメージあります、ね、お酒の日は全然だからみんなの前でお酒飲まんとかこれ食べへんとかはあんまないと思うねんなああいう日は全然なんか何でもガンガンいっちゃうかも、うん、次の日体重計めっちゃ怖いけど体重計飲んないでもあの時間帯の話もあったよな<あ>食事をとる、はい、でも俺もそれ結構意識してて、はい、あの定時後みたいな大体18時ぐらいやんか、うん 俺も晩飯一旦そこら辺の時間帯では食べときたいなっていう感じじゃないと俺夜食で間食がさ夜食でも取るからそう考えたら早くとっとかへんかったらズル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 そのあとになったら消化できなくなっちゃうから,だからそういうのも俺意識してるしでもみんなも多分意識してると思うけどな結構フロントやつそうですね多分そこは今もう在宅で中断できますからねああ食べに。 働き方だいぶ変わったからな、はい、昔事業,事業所とかで残業するともそれは無理だったんで、うん、できないなともそこは確かにまあでも俺全然事務所の中でもプロテインとプロテインバープロテインバーとプロテインのほは結構やってたな<笑><笑>で突っ込まれてましたあそう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 やっぱり体作りだねそうですね <laughs> アピールはしたくないんですけど、うん、そうそうそうせやななんか添加物とかって考えたりしてるんですか、うんお かぶつは。あ、あんまり意識はしてないかもしれんけど、でも。絶対裏は見てるよ。裏は見ますよ。そうそう、裏見ます。みんな見るんですか。ね本当になんか最近見るようになりました。ねあそこで。そこまであんまり厳しくはなってない。だからほんまにたぶ自分にストイックなったんが。一番初めのその怪我した時。あの時はほんまに。めっちゃお腹すいて、ほんまサラダで。今日我慢して。頑張ったみたいな。感覚すごいです。 そうでもなんかそれでやっぱ結局俺らななんだろう体を見せるあの競技じゃないやんか、うん、やかフィールドで動く競技やからやっぱりそれはすごい大事やなと思った結局なんか多分人それぞれ絶対食事のやり方全然別でよくてただでもなんかパフォーマンスとしてどう出るかみたいなのが、うん、ちゃんと自分でもこうなんか感じ取れたりするように、まあ、できるだけ同じような食事もするしなんか変えたりもするし、うん、みたいな。 マッチ何がマッチするか分かんないですから、ねうん、逆になんか自分が学生の時とかに、はい、こういう食事しとけばよかったなとかなんかこういう考えで食事に取り組めばよかったなとかあるいや学生の時は、まあ、大学生はもうタンパク質だけとりあえず取ろうみたいな考えで、うん、それ以外あんま考えてなかったんですよ。そういうい他の栄養とか 何がいいとか炭水化物のど,どれが自分にマッチするとかうん、うん、考えずにただただタンパク質を増やして体重を増やしたりなんか調整してたんでうん、うん、どっちかっていうとそういう他の部分今はタンパク質だけじゃなくてなんか塩分とか、うん、そういうのも気にするようになって、ねうん、確かにね脂肪とかもいいとか、ね、塩分って結構体の調子変わるなって最近だって思いました、ねうんうん、そこはもうちょっと確かにな大学生だったら、うん、はい 大学生俺も学生やったりなんか学生に今もしなんかそういう食事面で伝えられるとするんやったら、うん、でまず絶対エネルギーはほんまに取った方がいいなと思う、はい、多分この競技やってるんやったらほんまいろんなタンパク質とかいろいろ考えるのもいいかもしれんけど、うん、まず多分体作り、うん、あり多分ベース大きくした方が絶対いいと思うし多分今出てる SNS とかも結構やっぱ。 なんなんろフィジーク向けというかやっぱ絞ったりとか減量とかってやっぱあれってまあ,ある意味ちょっと減量とかで不健康なことをやってるわけやから俺ら健康でヘルシーにさこうやっぱプレイしなあかんからってなった時にちゃんとまず体作りベース作って。 でよくあるのがさ、なんか俺も学生の時は思ってたんやけどなんか増えてあ体重いから40ヤード落ちたとか、はい、スピード落ちたとかほんまに思ってたけど<ー>ほんまにそんなことないなって社会人になってから気づいていす、ね、実際の自分もなんか増量、まあ、フロンティアズ来てからもなんか年々一応なんか増量し,てるしたいわけじゃないねんけどなんかやっぱ増量が必要になってくる多分その外国人選手と。はい マッッチアップするとかってなった時にほんまに普通にフィジカル負けするしす、ね、ってなった時にもうちょっとサイズ必要やなとか体重必要やなってなって増やした時にほんまにそこで40ヤードとかもの、うん、あの伸びてんかほんまにだからそれとかも経験したからやっぱり今の学生とかでもしそういう考えとか食べれへんとかなってもなんかちゃんと食べて、まあ、学生の時は多分実家暮らしの人もいるはいと思うしバランス面は多分栄養バランスが絶対大丈夫やと思うから,、うん、からとりあえず食べること はちゃんと大事にしてほしていなでもただただ体重を増やしに行く学大学生の時は多いですかね、うん、そういう人が。うんうん、社会人とか体重を増やすのはも,もちろんだけどそれに伴うトレーニングとか自分に合う食事とか、うん、そういうのを考えないと、うん、あの単純にあれ体重を増やして、うん、パフォーマンス落ちたなって考えちゃって辞、うん、める人が多いんでそれは確かにすごい思いますね。 トレーニングとかもな話し出したら止まらんけどな。思いしたね <laughs>。やばい。<laughs> 結構まあでもつやからね、うん。でも学生とか絶対そういう風にトレーニングか何かでこう成長感感じれたらな。うん、ちゃんと太っててもあの太って,てというかあの増量してもちゃんとパワーとかに転換できてるっていうのが多分感じれたらはい、はい、多分よりいいと思うしな。うん、なんかそういうのはなぜひなんか。 X リーグで今学生やってる人たちもななんかこう上がってくるにつれてなんかそういう,うに多にレベル感も変わってくると思うから、うん、やっててほしいよな,なんか,、うん、かあと今,今でも思うのはああいう高校生の時からああいう栄養指導みたいなうん、うん、あるじゃないですかうん、うん、授業じゃないですけどあの来てくれて人が講師がこの試合前には何時間前にこれ食べましょうみたいなああいうのを やっぱ逐一インプットしないと、うん、あのさすがにやっぱ忘れちゃいますね、うん、高校大学何回も聞いてるのに社会人になっても、うん、あれって何,何が正解なんだっけみたいな、うん、試合前に食べるものとか、うん、そういうのをなんか年一ぐらいでやりたいやりたいといか確かにな,なんかそういうのもフロンティアーズがこう発信していけたらいいよな,なんかこういう今のフロンティアーズボイスじゃないけどなんかこういうのもし聞いてくれてる人とか、うん、あたたむフロンティアーズが まあいろんなその大学とか OB 訪問とか行く時にでもなんかそういうふうに伝えられたら結構いいかも確かに、うん、それはいいですね